はナイジェルと僕はもともとすごく友達で、まあ、彼も古着が大好きで、よく日本に古着を探しに来てて、やっぱり日本というのはすごくそのヴィンテージクローズがいっぱいあって、でいつも情報交換して、新しい古着だったりこうレアな古着をお互い探す仲なんだけど、なんかずっともう彼と出会って随分時が経ったんだよね。で、何か一緒にやりたいねっていう話をしてて、で彼が僕が履いてたこのスニーカーのモデルを履いて見て、なんだそれって言ったから、いやこれ最近僕が作ったんだと。でこう要するに粘土で一回型をこう作って、自分の手でね、それで型を取ってやってるスニーカーだって面白いじゃんっていう話になって、でなんかコラボレーションしようっていう、なんかもう本当にそういうカジュアルな会話で出来上がってやってるんだけど、僕もやっぱり古着のコレクターっていうか、いろんな国に行って、だから僕が持ってないどうしても欲しいコートがあって、それをナイジェルが2枚持ってるって言ってて、じゃあいいなって言ったら、じゃあ俺のアトリエに来たら1枚やるからって言って、それで彼のアトリエに行ってもらったりとかね、なんかだから彼も実はブランドを一回やめてたんだよ、昔やってて。で、まあファッションっていうのはとても疲れるビジネスで、まあ嫌でも次から次に、だからある意味疲れてやめてたんだけど、なんか僕の昔の洋服を見て、その当時もう2000年初頭のそのミリタリーをこうくっつけたりこう壊したりしてるコレクションを見て、またやりたくなってみたいで、それで今のナイジェル・ケイボンっていうのがまた復活したって感じかな。だからある意味すごく年齢もすごく離れた友達だけど、なんか純粋にファッションを楽しむっていうところで言ったらすごく共通点があるかもしれない。